はい、今回はこちらですね。これはね、トラックコレクションというものにあったものの中の一台で、まあ、サックルその中の3種類持ってる、まあ、キャリーのラーメン屋は除いてかな、あったと思ったんですけど、まあ、その中の一台としてこれは引っ越しの境をがサックルその中のうちの一台を紹介したんですけど、これは、トラックコレクションの UD トラックのね、もので、まあそれのタンクローリーのものですね。でまあなかなかいいなと思って、この形の顔のトラックもね結構まあ好きは好きなんですね。でなかなかそのいいなと思ってね、こういうタンクローリーもなかなか面白みがあってね、いいなっていう感じで、まあ結構こう時代を感じさせてくれる、まあそういった、車になっていて、まあ非常にその何て言うんだろう、懐かしさというか、面白みというか、まあそういったものをまあ感じさせてくれる、そういった、トミカではあるかなというものをね、感じますね。まあ、なかなかこういったのもね、今にはね、こうないところがあるので、まあそういったのがね、あるっていうのも、またその昔ながらならではのまあ面白さというか、楽しさというか、まあそれがある意味、こうギフトセットの良いところなんですね。ギフトものでしか買えないよっていうのが、ちょいちょいこう入ってくるから、まあそれが、その面白さを引き立たせてるっていうところで、非常にいいなっていうふうに感じるものですね。というわけで、どうもありがとうございました。